千寄町停留場は、高知県高知市千寄町にある土佐電、交通5面線の路面電車停留場。東停留場は1957年に、地土佐電気鉄道の千寄町車庫前停留場として、開業した。千寄町車庫は、東停留場の北側にあった、車両基地と南側にあったバス部門の車庫。宝永町停留場の南側付近にあった、下地車庫に代わって、 東定流場の開業と同じ日より稼働を開始した。なお、千代町車庫前を名乗る、定流場はそれまで、五面線の宝永町千代町一丁目間に存在したが、東定流場の開業に代わって廃止されている。王子の千代町には、車庫の他にも土佐電気鉄道の本社、百六十二年に新設された篠の目町車両工場などを多くの現業機関が集積し、 土田の心臓部を担っていた。しかしこれらの施設は1987年に桟橋地区へ移転。この移転と同日に東帝流城は千代里町へと改称している。千代里町帝流城は五面線の平洋軌道区間にあり、ホームも道路上に置かれる。ホームは二面あり、東西方向に伸びる二本の線路を挟み込むように廃されるが、互いのホームは、 東西方向にずれている。東にあるのが、ご面町方面域のホーム、西にあるのが、針間や橋方面域のホーム。ご面町寄りに渡り線があり、朝のラッシュ時と夜間に、針間や橋方面への折り返し運転が行われる。千寄町車庫の車両基地の跡地は、パチンコ店に、南側のバス部門の車庫の跡地は分譲マンションとなっている。千寄町バス停留所があり、 以下の路線が乗り入れる。一般路線バスは、針間や橋方面のみが停車。高速バスの千寄町バス停の乗り場は、よさ井号は当地であるものの、それ以外は、隣の千寄町を二丁目バス停に併設されている。ありがとうございます。